街並みホニングスボーグは、ノルウェーの都市、フィンマルク県、ノールカップ基礎自治体に属する同国最北端の都市だが、そのタイトルに関して、近くのハンメルフェストと係争関係にある。また、世界最北端の都市の座をめぐっても、アメリカ合衆国のバローやスバールバル諸島のロングイエルビーインと争っている。政府が都市とは、 住民が5000人以上のものでなければならないという、法令を発表する直前に都市を宣言したため、人口が2575人しかなくとも都市と認められている。マーゲロイ島の南部に位置し、同東北端のノールカップへ行く、人々の中継地点になっている。ノールカップへ向かう長さ 35km の道路が1956年に開通してからは、バスで50分ほどで行けるようになった。 港には年間数千の漁船が出入りするほか、クルーズ船も主に夏に寄港する。市街から4キロメートルほどのところには、ホニングスボーグ空港があり、トロムソなど3都市へ便が就航している。冬の空この地域には1万300年ほど前から人が住み着き、主に海産物を食べていた。バレンズ、海南部の海は、暖流の影響で凍らないため、今日も町に、 豊かな海の恵みをもたらすほか観光にも大きな影響を及ぼす。北緯71度に位置するにもかかわらず市内には多くの個人庭園があり、3から4メートルの樹木も育つ。キルケネスからベルゲーに向かう沿岸急行線、フッキルーの長距離便にとってホニングスボーグは重要な中継地点になっている。午前十一時十五分から午後三時十五分まで急行線は ホニングスボーグ港に停泊し、乗客らは市内観光などに向かう。有名なラブラドールレトリーバーのバーム星はホニングスボーグで生まれた。ホニングスボーグやハンメルフェストなどの都市は都市という割に規模が小さい。これはノルウェー語には町と都市の区別がなく、ノルウェー語から他の言語に訳す場合、その規模に応じて町か都市かを選ぶという曖昧な手法が取られているためである。 イギリスの伝統的な基準によると、どちらの町にも、大学と大聖堂が備わっているために都市とも、都市となるが、地域における行政や、経済の中心地として考えると、町となる。ノルド語に由来する地名はもともと、ホーン・グスバガーだったと考えられている。はじめのホーン・ウンガーは、近くにあるストロフジェルさんの古い名前と考えられ、最後の VGR は、 湾という意味である。したがって山に抱かれた湾という意味になる。ヨーロッパの最北端に位置するが、付近の海を暖流が流れるため首都オスロよりも暖かい。しかし夏は短く寒い。年間降水量は765ミ、mm、リメートルで、そのうち10月から1月の雨期には毎月85ミリメートル、5月から7月の寒気には毎年40ミリメートルが降る。 ありがとうございます。